こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕がですね、今まで最も多くリピートしてきたあるアイテムをご紹介したいと思っています。さっきちょっと計算してみたんですが、この10年間でおよそ30回ぐらい買ったのが今回ご紹介するアイテムなんですね。それは何かと言いますと、実際に持ってきてるんですが、こちらですね、インナー T シャツになります。僕はですね、基本的にインナー T シャツというのは2つの種類を持つようにしてるんですね。まず1つ目の種類というのは、お風呂から出た後に着る T シャツなんですが、これはシンプルな丸首の白 T シャツを着るようにしています。例えばユニクロですとか無印良品のものを持っているんですが、これはこうやって大好きでずっと着続けています。一方で朝起きて出かける前に着る T シャツというのがあって、それがですね、今回ご紹介するこういったベージュ系のですね、インナーの T シャツになります。今日持ってきたのはシークというものとインティーというもので、両方とも僕は使っているんですが、中でもですね、このシークというシリーズは僕はめちゃくちゃ愛用していまして、もうですね、おそらく10年近くずっと着てる T シャツになります。このシークと一番最初に出会ったのは、僕はですね、新宿の伊勢丹なんですね。伊勢丹で白いシャツが欲しくて試着をさせていただいたんですが、その際にこのインナーを着てくださいと言って手渡されたのがこのシークだったんですね。それまでですね、こういったものの存在を全く知らなかったので、なんだろうこのおじさんっぽいインナーはと思ったんですが、実際に着てみるとですね、結構驚きがあったんですね。後ほどですね、実際に開けてみますが、こうやってですね、切りっぱなしになっているんですね。普通ですね、こういったインナー T シャツのこういった襟ですとか袖口の部分っていうのは生地が二重になっていて縫い目があるんですね。ですので、その上にですね、シャツとかを着るとその部分がボコッとなって、結構インナーの存在っていうのが目立ってしまうんですね。僕はそれが昔から嫌いだったんですよ。で、伊勢丹で着せていただいたこちらのシークというのは、最初からここが切りっぱなしになっているので、この上に白シャツを着ても全く存在感が感じられないんですね。これはね、結構衝撃的で、僕はシャツを買わずにですね、このシークの方を2枚買って帰りました。それ以来ですね、もう10年ぐらい経ちますが、シークをずっと着続けてきました。当時はですね、こういったカットオフ、切りっぱなしのインナーっていうのはほとんどなくて、シークがですね、きっと先駆けだったと思うんですね。今でこそユニクロもやってるし、無印良品もやってるし、他にもですね、こういった似たものを見かけることはありますが、一番最初こういったものを広げたのはやっぱりシークなのかなと思っています。ちょっと金額がですね、3000円前後と決して安くはないんですが、それでも僕は気に入ってシークを着ています。もちろんですね、ちょっと高いので途中でユニクロに浮気をしたことがあるんですが、肌触りの良さなんかを比べるとやっぱ圧倒的に僕はシークの方が好きなので、結局今タンスの中に残ってるのはシークの方でした。そして去年ですね、同じくグンゼから発売されたのがこのインティーというシリーズなんですよ。これすごいなと思うのが、名前からも推測できるように T シャツの内側に着るインナーというコンセプトで出来上がったアイテムなんですね。これ出た時には僕は飛びつきましたね。すごいなと思って。それはなぜかというと、今までこのシークをずっと着てきたわけですが、基本的にシークというのはこの上にですね、シャツを着る時にはすごく活躍するんですけども、この上に T シャツを着る時には襟の先端からちょっとだけこのシークが覗くんですね。それがね、あんまりかっこよくなくて、僕はですね、自分でハサミでこの部分をカットしてたんですよ。ちょっと深めにですね、横をカットするようなことをずっとやってきたんですが、このインティーというのはもう T シャツの上に着ることを前提に作られているので、最初からですね、ここが広めにできてるんですね。ですので、この上に T シャツを着ても全く目立たないような構造になってるんですね。これはね、もう画期的だなと思って、去年何枚か購入をしました。もちろんシークの方でも最近はボートネックといって、結構ここが広いものが出てきていて、それはそれで僕も購入して、両方とも T シャツでも目立たないものを着るようにしています。今回は撮影用に実際に買ったんですが、ちょっとインティーの方からまず開けてみたいと思いますね。こんな感じになっています。ちょっと中も広げてみますね。はい、こんな感じですね。もう単体で見ると結構肌着感が満載ですね。決してかっこいいアイテムではないかなと思うんですが、こういったインナー系の T シャツというのはあくまで目立たないこと、着ているのがバレないということが一番の目的だと思うんですね。その見えないっていうことを前提に考えると、色選びは間違いなくベージュがいいと思うんですね。意外と白のインナーって目立つんですよ。特にですね、白シャツですとか白 T シャツの下に白のインナーを着ると意外と透けるんですね。でもこういったベージュ系のものって肌に馴染んでしまうので一番目立たないんですね。で
ということで皆さんにはぜひね、このベージュ系をお勧めしたいなと思っています。後ほどですね、実際に着てみようかなと思うんですが、この襟の部分ですね、ここが結構横に広く開いているので、この上にですね T シャツ着ても全く目立たないので、すごく便利だなと思っています。そしてやっぱり脇汗って書くじゃないですか。でこの脇の部分もですね、生地がこうやって二重になっていたりするので、しっかりとガードしてくれるんですね。これもありがたい点ですね。このインティーというのは2種類あって、去年発売した時にはノースリーブのものを僕は購入したんですね。ノースリーブにはなってるんですが、脇の部分はしっかりとガードされているようなもの、そういったものが発売されて購入したんですが、個人的にはですね、こういった袖がちゃんとあったものの方がより安心かなと思います。袖がないとちょっとギリギリ汗がこうつきそうな感じがして、半袖バージョンの方が使い勝手がいいかなというふうに思っています。ユニクロのですね、エアリズムなんかに比べると、もうちょっと素材の感じというのはちょっとザラッとした感じがしますね。エアリズムの方がサラッとしていて、あの着心地が好きっていう方もいるかなと思うんですが、僕はですね、ちょっとこういったザラついてるものの方が汗をかいた時にも張り付かないので、個人的には好きかなと思っています。まあ、すごく伸びもあって着心地もいいですし、僕はこのインティをですね、今2枚ほど活用しているところですね。これはですね、全男性に持っておいていただきたいような基本中の基本のアイテムかなと思いますので、ぜひですね、チェックをしていただきたいなと思っています。一方でシークという方もですね、せっかくなんで開けてみたいと思います。まずはですね、もう触った感じで手触りが全然違うんですね。まあ、やっぱりシークの方が値段が高いんですね。インティがだいたい2000円前後で、シークは3000円前後するんですね。まあ、ちょっと高級ということもあって、肌触りがめちゃくちゃソフトで滑らかなんですよ。この感覚にですね、僕はもう何年も着てるので慣れてしまったので、インティとシークを比べた時には個人的にはシークの方が好きです。まあ、着こなしの一番ベースに来るもので、毎日着るものなので、そこにこだわるっていうのは僕は悪くはないかなと思っています。ただやはり価格的にはちょっと高いですし、消耗品なので、まあ、そこまで投資できないっていう方はインティーがいいかなと思います。ただ肌触りですとか着心地においては、もうシークが圧倒的に着やすいかなと思います。さっきのベージュに比べると少しですね、グレーがかっているんですが、まあ、シャープな印象で色の感じもいいですね。まあ、基本的にこのシークだけで外をうろつくことはないかなと思うので、どちらの色でもそんなに違わないかなと思うんですが、僕はこのベージュとグレーの中間ぐらいの色、結構好きかなというふうに思っています。この後ですね、実際にインティーとこちらのシーク両方ともですね、着ながらどういう違いがあるのかというところを皆さんにもお見せをしてみたいと思っています。はい、ということで実際に着用してみました。僕は一体何をやってるんでしょうかね。ベージュのインナーを1枚着まして、ピンマイクを直接肌に貼り付けて、この姿をですね、きっと何万人かの人にお届けするわけですが、まあ、たまにはこういった動画があってもいいのかなと思います。まず1枚目はですね、インティーの方を着ています。こちらはサイズ M になるんですが、割とタイトなシルエットになっていますね。僕は普段 S を着ることが多いんですが、こちらでも全然大きいということはないです。あくまでインナー T シャツなので、これがサイズが緩かったりすると上に着る T シャツに響きやすいかなと思うので、なるべく自分の体に合ったものを選んでいただきたいなと思っています。見ていただくと分かると思うんですが、結構ですね、襟の開きが大きいですよね。通常の T シャツにはまずないような開き方になっています。そして注目すべきなのはこの横ですね。ここもかなり広めに捉えているので、 T シャツを着てもですね、響かないような設計になっています。脇部分もしっかりとガードしてくれて、パッドも厚めになっているので、すごく安心感があるかなと思っています。色もですね、肌に近いようなベージュなので、この上に白 T シャツを着ても結構響きにくいかなと思います。この後ですね、この上に白 T シャツを着てみたいと思いますので、実際に響くかどうかというところをぜひ皆さんもジャッジしていただきたいなと思っています。はい、ということでインティーの上に白系の T シャツを重ねてみました。どうでしょうか。ほとんどインティーのですね、存在感は感じられないかなと思います。まあ、この襟の部分を見てもですね、端っこからインティーが見えていませんよね。おそらくですね、今インティーの端っこがこの辺りに来ているので見えないのかなと思います。今ですね、カメラと遠いのでもうちょっと近づいてみたいと思うんですが、どうでしょうか。はい、多分ね、見えないと思うんですよね。1枚で T シャツを着てるように見えるのかなというふうに思います。これは非常に満足度が高いですね。まあ、夏場というのは T シャツ1枚で着ることが多いじゃないですか。その時にやっぱり気になるのは汗であったり乳首の透けなんですね。これも結構問題で、男性の乳首が透けてるのが嫌いっていう女性すごく多いんですよ。これはですね、結構乳首の形状によったりするんですけども、1枚ですね、内側にこういったインナー T シャツをかませてあげると、意外と乳
乳首の浮きっていうのを防ぐことができるので、そういった点でもすごく使いやすいかなと思っています。あとは直接自分の T シャツにですね、汗が移りづらいというところも結構メリットが大きいのかなと思っています。まあ、安い T シャツであれば何回か着て着倒してしまうのもいいかなと思うんですが、お気に入りのちょっと高い T シャツなんかはやっぱりこういったインナー T シャツを着ながらですね、長く着てあげた方がいいのかなというふうに思っています。インティーですね、めちゃくちゃ使えるなと改めて感じています。まあ、続いてシックの方に着替えながら、その見え方の違いについて見てみたいと思います。はい、続いてシックの方に着替えてみました。どうでしょうか。色味に関してはグレーとベージュの中間ぐらいの感じになっていますね。こちらの方が1枚で着た時には品がよく見えるかなと思います。ただこれ1枚で外出することはないので、まあどちらでもいいのかなというのが正直な感想です。で、肌触りはですね、先ほどもお伝えしたようにかなりこちらの方が質感が良くてですね、着ていて断然気持ちがいいのはこちらかなというふうに思っています。こちらの方はサイズ S を選んでいるんですが、体のフィット感もあって非常に着心地がいいなというふうに感じています。まあ袖も短めになっているので、この上に T シャツを着たり、他にはポロシャツですとか、あとは丸首のニットをこの上に着ることもあったりします。まあ、様々なトップスのインナーとして活躍してくれるかなと思います。もちろんこの上にシャツを着ても全く目立つことはないので、基本的に僕はこの T シャツ用のインナーというのを1年中ずっと着続けています。長袖バージョンもあるんですが、意外と袖がもたつくのが好きではないので、半袖を年中着るようにしています。まあ、そんなに見え方の大きな違いはないんですが、肌触りのところで違いがあるというところを皆さんには理解していただきたいなと思っています。できればどちらも買ってですね、どっちの方が着心地がいいのかなというふうに確認してみるのが一番いいかなと思っています。はい、続いて T シャツをこの上に着ながらですね、見え方というところを確認してみたいと思っています。はい、上に T シャツを着てみました。どうでしょうか。まあ、こちらもですね、この位置から見ると全くインナーの存在感が感じられないかなと思います。襟の部分もですね、端っこから出てないので、こちらもとても満足しています。もうちょっと近くで見てみますね。はい、これぐらいの位置です。どうでしょうか。先ほどのインティーのベージュに比べると少しですね、グレーがかっているので、肌とのコントラストが若干あるんですね。そうなるとですね、うっすらですけども、ちょっとインナーの存在感が感じられるかなというふうには僕は思っています。シークに関しては色のバリエーションがあるんですが、やっぱりですね、通常のベージュの方がより馴染みがいいのかなと思っています。今回はちょっと変化球でややですね、グレーがかったベージュを選んでみたんですが、結論はですね、やっぱり肌馴染みのいいベージュの方がいいかなと思いますので、シークを選ぶときには通常のベージュを選んだ方が皆さんも良いかなと思いますので、ぜひそちらは頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回はですね、全男性におすすめしたいインナー T シャツ2つですね、ご紹介をしました。インティーとシーク、どちらもですね、グンゼの商品で、こういったジャンルにおいてはもうトップランナーだと思っています。どちらもですね、 T シャツの内側に着た時にほとんど存在感を感じさせないので、何枚か持っておくとすごく便利かなと思っています。僕もですね、個人的にずっと何年も使い続けてきたインナーなので、これは皆さんに自信を持っておすすめしたいなと思うんですが、少し予算を抑えたい方はインティーの方をおすすめしたいと思いますし、できる限り肌に接するものなので、着心地がいいものを着たいなという方はですね、シークの方をおすすめしたいと思っています。僕はどちらも持っていて、今現在はインティーが2枚、シークが2枚という形でローテーションを組んでいます。ただ結構見た目が全く同じなので、僕は首元にですね、番号を振ってあるんですね。1から4番を振ってあって、1を着た後は次は2を着るという形でローテーションを回すと、なんかこう1枚だけですね、偏ってきちゃうっていうことがなくなるので、まあこういった方法を使っていただくのもいいかなと思っています。オンオフ問わずに使える T シャツなので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。